ジョン・ロビンソンは、北アイルランド出身のディスクジョッキー、ミュージシャン、音楽プロデューサーである。1990年代以降の日本で成功し、これまで発売された7枚のソロアルバムは、合計で200万枚以上を売り上げている。東京、ベルガーレアイルランド人、コーカソイド、身長189センチメートル。異性愛者であり、英語の他に日本語も話す。 1990年代初頭から東京を拠点とした活動をはじめ、ハウスやテクのトランス等を扱うクラブ DJ として活動。その後は東、アジアを中心とする地域で活動の場を広げ、ヨーロッパの有名 DJ との共演もある。1991年に開業した大規模ディスコ、ジュリアナ東京ではメイン DJ を務め、 同店名を冠したコンピレーションアルバムにも出演。プレイ中に店名を独特の中音の声で叫ぶ様子が特徴であった。1994年に同点が閉店すると同年末に開店した同じく大規模ディスコベリファーレの DJ となり、同店の運営にも参加するようになった。 2000年頃になると自身の活動内容がポップミュージックや音楽ビジネス、ショ賞味ズまでに分散してしまったことを反省、原点であるクラブ DJ としての活動へ回帰、集中することを試みるようになった。その後は中華人民共和国やインドネシアバリ島、オーストラリアなどを含むアジアオセアニアの各所における様々な音楽イベントに参加、2007年には バラエティ番組、スマップスマップへ出演。2010年6月現在、ロンドン及びサウスイーストイングランドを生活の拠点の一つとしている。レッドブル、クラッシュドアイス横浜2018では、スポーツ、マッカリーと共に MC を務める。ありがとうございます。